さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーム、有吉弘行でございますけれども、先日、ダリンハニー吉川ちゃんとご飯食べに行ってまして。なるほど。そしたらね、はい、梅宮達夫さんいらっしゃいましてね。あ、そのお店の中に。梅宮達夫さんがなんか、一人友達のおばさんたちと、なんか、本当にもうなんかみんな60超えたような感じの、おばさん二人と三人でご飯食べてらっしゃいまして。すごっ、うん、で、たまたま先日有吉 AKB 共和国っていう番組に来てくださってたんで、なるほど。あ、先日どうもありがとうございました。そしたら、あ、いや、こちらこそありがとうな。挨拶して。挨拶してくださって。うん。その、一緒に来てるおばさんたちは、あ、有吉くん意外と、細いのね。なんて。有吉くん最近、有吉くんね、最近よくテレビに出てるのよーって、梅宮さんに全部説明してくれるんだけど。梅宮さんは、はいはい、知ってます、知ってます。はいはい。って、うん、で、まあ、そのおばさん二人のうちの一人のおばさんが、有吉くんちょっとビールおごってあげるわよ、つって。来た。ビールおごってくださいまして、いっぱい。はい。それでね、梅宮さんをチラチラ横目で見ながら、うん。あんまりはしゃがないようにご飯静かに食べて。吉川と一緒に。吉川吉川くんも大事だにして。吉川もちょっとドキドキしながら。そうだよね。それでね、うん。最終的にね、梅宮さん帰られたんですよ。帰られた。すいません、ビールごちそうさまでしたと。あの宿場に。ええ。言って。ええ。で、僕らお会計するときに、ほう。お会計お願いしますっつったら、すべて梅宮さんからいただいております。うわ、かっこいい。いやー、いい先輩だね。つい、なんかやっぱ、なんか、うん、あの梅宮達夫の中に、うん、まあ僕という存在が認識されてるっていうことがやっぱ僕はもう嬉しいですよ。十分されてるでしょ。もう僕も一緒になってんのから。僕も仁義なき戦いフリークで。そっか、俺もそう。すごい好きで。そうだよね、広島の。梅宮さんが超、好きなんですよ、だから。あ、その中のシリーズの中でも、梅宮さんが好きなんですよ。梅宮さんは。文太さんじゃなくて。いや、もう、梅宮さんですよ。梅宮さんに、だから僕、ごちそうしてもらったんですけど、うん、だから、お礼の言いようがないんですよ。あ、連絡先も知らないし。あ、そうか。じゃあ次、現場で。現場次、だからいろんなテレビ局行っちゃ、張り紙見て、梅宮達夫いないかなーって調べてるんですけど、ここ最近。なかなかお会いすることないんですけど。どうしたらいいんですかね。どうなんだろうね。会社あんまり挨拶遅いと怒られるから。そうだよね。あと、すぐ言いたいっちゃすぐ言いたいんですけど。うんうんうん。だけど、なんかどっかで電話番号調べて電話するのもちょっとお門違い。そうだよね。いや、どうなんだろう。ただ、お会いした時でいいんじゃないですか？でしょ？俺はそう。で、いいですよね。いいと思います。あんな、梅宮あんなに会ったからいいのかな？それでもいいか。そうそう、それでもいいね。全然、お会いしてる、この間お父様に、みたいな。だから逆にちょっとなんか困ってるというか。あ、そうだね。次会うの。次会うまでが。時間が経っちゃってね。うん。うん。これは嬉しかったなぁ。なんかよくほら、で、ほら、安田さん。はい。安田さん、たけしさんに飯をおごってもらったことあるっつってて。そうそう、みんなでね。うん。ご飯食べに行った時、たまたまお会いして。ボキャブラメンバーみたいな人たちと飯食ってたら。そう。たけしさん行って。同じですよ。おい、シャラウトしたら、もう、いただいてます、みたいな。っていうやつでしょ。で、すぐなんか行って、追いついて、挨拶できた。窓をこう開けて、うん、お前ら、あんちゃん、売れたら使ってねって言いながら、こう、ずっと。やつですよね。はいはいはい。そういうなんか。だから初めてですよ、いいエピソード。誰やっとです。やっと現れましたよ、僕、そういう尊敬できる人が。それまで、まあ、誰も怒ってくれないからね、俺に。いや。まあ、怒ってくれねえな、と思ってたから、俺。竜兵会で上島さん、たくさん、いっぱい、怒ってもらったでしょ。上島さん、どうだけど。え Release so much stress. Now of the one to program. さあ、太田プロの真珠、広島が生んだ怪談寺。
軍人ロックスター有吉弘行でございます。これ初めて聞いた人は軍人ロックスターってなんだよって言われてたけどね。俺も最初さここなんだろうと思ってたんだけど、まあ僕はまあね、でも軍人のようなやっぱ、はいはい、規律を重んじるというか、なるほど、きちっとしたピシッとした性格に加えて、うん、やっぱロックスターみたいな破天荒な部分が僕にあるということで両面ね、自分で軍人ロックスターを、まあ自称しておりますけれども東京パンゾーモJFN スタジオから生放送で送るサンデーナイトドリームアシスタントこちらのおじさまどうもーデンジャーズのノッチです。お願いします。今日アナイガモンちゃんラストというと、そうなんですよ、もう寂しいわ、長男児の私災難タコだけフルコースやめてくれ。ごめんなさい。知れててながなると、アガイガモンちゃんのフルコースやめてくれ。本当にね。もう、ちょっと欲張りなもんで、ついついいただいちゃうと。欲張りすぎですか。そうなんです。ごめんなさい、本当に、ね。まあでも今日本日でラストということなので、はい、皆さんぜひぜひ通知表とかね、お礼のメッセージとか、いろいろと送ってくださいということでございます。有吉弘行の昼なんですっていうところでしたね、今。有吉弘行の残念な今夜も最後までお付き合いください。Day Night Dreamer Live on air。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りします、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、アシスタントはデンジャラスのノッチです。生放送でございます、はい、メッセージを募集いたしましょう。夏はまあ暑さでね、食欲も落ちがちでございますので、テーマこちら、夏の食べ物、今年食べた夏っぽい食べ物ね、夏になると必ず食べたくなるものなど、夏に食べ物、夏の食べ物にまつわる話を送ってください、はい、土用丑の日高かったけどもうなぎ食べましたよとか、うん、山形で有名な、ね、水ご飯、お水ご飯テレビで見てからハマってます、冷たい味噌汁がうまい、騙されたと思って食べてみてください、うん、などなど、どんなことでも OK、最近あれやってない、水原希子がやってる、カップヌードルに氷入れるっていうやつ。あ、CM でね。ねえ。あれね。いわゆる冷麺みたいな。冷麺みたいなことなんですかね。ねえ、あれね。考えられなかった、昔からあるのに。あの変なダンスを踊らされてる水原希子がかわいそうだなっていうのもあるけど。確かに。まあ、それ以前にその、やっぱ、カップヌードルに氷入れるなんていう。ねえ。発想なかった。俺なんかあとね、うん、昨日もねちょっと酒飲んでね二次堀と飲んでたんですけど、二次堀と飲んでんじゃねえよって話なんだけど後輩思いでえっ、まあ、いつもそうなんですけど、うん、結構ね朝方まで飲んで、うん、ちょっと腹減るじゃないですか最後ね、そうするとラーメン屋とか普通行ったりするんだけど、うん、それ俺なんかあんまりしないで、まあもう朝方だからラーメン屋もやってなくて結構、うん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 、だいたいカップヌードルのカレー味が食いたくなるんですよ、うん、俺。いいね。あとなんかおにぎり、コンビニのおにぎり一つぐらいと。はいはいはい、はい。ね。うん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 。そうすると、100% ね。ここも3回連続。全部こぼす。いや、何それ、酔ってるから酔ってるから。全部こぼすね。それももう酔ってて、眠いから、もうこぼれたのももう知らねえって言って、ほったらかしにしてると、朝、まあ昼ぐらい起きて、見るともうブワーっとカレーヌードルが散らばってるわけ。ね。で、大体、うち白いフローリングなんですよ。白い床なんですよ。はい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 。あば、朝方カップヌードルこぼして昼まで放置してると取れないね、色が黄色いやつがカレー粉がマンションのフローリング至るところ黄色いシミになってるっていう、なんであんなこぼすかなっていう、もうそれも、危うく大やけどしそうになりますよね、あもう足いっちゃうと、
はぁ、もう、雫がバーッと。雫っていうかもうこぼしちゃうから。こぼしちゃう、ドバッて。ダメですね。もう3回連続ですよ、ここ最近。うん、もう毎回カレーヌードル。毎回カレーヌードル食べたい。今回こぼさないぞと思ってんだけど、まあこぼれるね、あれ。おにぎりも食べて。おにぎり食べて。いいね。いいね。一人暮らしのやっぱりいいところです、ね。俺そんなこと見られたら叩かれるよ。怒られるでしょ、そんな。叩かれる。やっぱり夜中に食べられるっていいですよね。いいね。いやいや、皆さんにちょっと夏の食べ物。ね、うん、教えてください。はい、メールアドレスは、うん、ですね、www.jfn.jp/dreamer、www.jfn.jp/dreamer。携帯電話からも送れます。アナイガモンちゃんで言ってもらいます。アナイガモンちゃんでやってみてよ。わかりました。www.jfn.jp/dreamer 届け。ドリーマー箱酒になっちゃってる。お願いします。お願いします。ドリーマーは DREAMER ドリーマー。本家本物とは違うな。ちなみに私が気に入ったメールにはパンを差し上げております。パン、はい、パン1個で番組ステッカー無条件で差し上げております。パン10個貯まりますと、我が心のスポンサー、夏の女、若月千夏大先生がプロデュースするダブルCグッズ差し上げております。ということでございますけど。まあやっぱりそれぐらい、やっぱ俺もう梅宮さんにやっぱりご飯おごってもらうぐらいの、すごいね、憧れのスーパースターですから僕。うん。いろいろニュースは出たりするんですけど、ネットで。はい。俺も来てましたね。うん。ラジオネーム不機嫌おじさん。有吉さん、ネットの週刊大衆ニュースで、仰天、タモリ31年目の大憤怒。お、大憤怒かな。うんうんうん。そうか。いいとも降板、X デーと後継者という見出しの記事が掲載されておりました。まあ、要約すると制作側の方針変更にタモさんがブチ切れ、出演をボイコットした回があったようです。タモさんと制作側の方針が一致しないと最悪降板まであるようで、後継者の名前が挙げられておりました。うん、その後継者はスマップ中居正広、うん、はい、クリームシチュー上田晋也、うん、有吉弘行が有力とのこと。来た来た月金。おい、有吉だぞ。有吉さんよ、あんた25日のツイッターでタモ理論を読んだとつぶやいてたな。週刊大衆の記事読んで真に受けてんじゃないのか。先週のサンドリで毎日朝の帯番組やるのはできないだろうなとか言っときながら、次期昼メガネの座を狙ってんじゃねえかよ。我々ゲストナーはいつも暇でテレビを見てるから、昼だろうが夜だろうがあんたの番組見るよ。有吉弘行アワー楽しみにしてる。月金ね、すごくないですか、このこんだけのインチキ記事。恐ろしいインチキ記事ですよこれ。びっくりしますよね。いやこれはね、またこれちょっと喋るとまたニュースになるよこれ。ニュースになっちゃうね、先週もね、先週のあのツイッターやめ、やめようと思ってる理由、ニュースになってさ、ね、日刊現代がすぐにヤフーのトップになってて、やってましたか。で、ノンストップで問題になったよ。問題になってました、ね、デヴィ夫人が、うん、有吉君の言う通りやめなきゃダメ。あれなんかだんだん話がなんか違ってきてて、なんかほらツイッターやると炎上するからみたいな話になっちゃって、私も経験あるんだけど、歌舞伎座行ってトイレに行ったら、そのおばさんがね、私をトイレの中で写メ撮るっていう、これはもう日本だけなのよつって、有吉君の言う通り。あれなんか話が話になって、僕ツイッター炎上したことなんて一回もないんですけど。僕がやめようとしてる理由とは全然かけ離れておりますけどもね。いやだからこれぐらいやっぱ僕はあれなんです、今よう騒がせてる男ですから。そう、これもずっと聞いてるの記者が。そうです。そういう意味では、それ、のっちさん、俺に逆らったらもうすぐ、あれですよ、悪い噂とか俺流しますからね。はい。ちょっとやばいな。のっち、白手出ながざるで有吉に求愛とか。出ますよ、ほんと気をつけないと。そんなことばっかりやってると。はい、どうした?スカパー入ってるんですけど、僕、今。はいはい。
あれでちょっと最近もいつもやってたら必ず見る番組があって、うん、カリスマドッグトレーナーっていう番組があるんですよ。もうアメリカ中のアメリカ全土にいる、うん、しつけがなってない犬たち、問題行動を引き起こす犬たちをその人が直すの。もうすごいの。もう、うん、あれもう飼い主を噛んじゃう犬とか、はあ、そっか、一切散歩したがらない犬とか、うん、いろんな問題ある犬が、もう本当に悪魔みたいな犬ばっかり出てくるんですよ、うん、恐ろしい。それもでっけえ犬、うん、猛獣だね、もう猛獣みたいな犬ばっかり出てくるんですけど、うん、その人がね、うん、一週間ぐらいね、しつけるとね、大体みんないい犬になる。はぁ、面白そうだね、それ。だからなんか、俺やっぱああいう人になりたいなと思って。その、教える人。だからやっぱその、のっちさんとかも問題行動が多いじゃない。急に白手手長猿のモノマネしたりとか。そう、ね、だいたいその犬のしつけで大事なのは、問題行動を起こしたその瞬間に、起こるっていうことなんですよ。はぁ。もう、後から、後から怒ったって何人で怒られてるかよくわかんないから、うん、ってちょっとうなったらすぐ、うん、って言って、もうそこですぐ、っていうのが大事なんだけど、俺でも生放送でそれ、ちょっと辛いな、なんか。そのシーザーさんって言うんですけど、うん、そのシーザーさんが、うんっていうのがかっこいいんですよ。で、犬っていうのは結局、うん、そのね、飼い主の態度とか、はい、気持ちを本当に、敏感に感じ取るんですよ。ちょっとでも飼い主がその犬のことを怖いわと思った姿勢とか表情を出すと、うん、犬はどんどんつけ上がって、ぐい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 、自分がもうその家のボスになっちゃう、うん、序列を決めるから自分で自分が一番になっちゃう。そうだからもうシーザーさんはもうどんな犬に対する時も胸をパッともう張って、うん、もうなんていうのかな、本当に威厳のある態度で接するんですよ。はあ、だから僕もだからそうやっぱりその、うん、人間もやっぱ本能的にそういう自信のない態度とか、うん、表情をしたらやっぱ微妙にこうそれを汲み取って、偉そうになっちゃう後輩とか出てくるかもしれないから、うん、俺やっぱカリスマドッグトレーナーみたいにやっぱり威厳を出していこうと思って。その瞬間にね、瞬間瞬間に。はい。あ、本当だ。これすごいし。白手手長猿はいけないんだと思うでしょ。なんかね、うん、瞬間的に条件反射じゃないけど、うんうん、なんかなった気持ちが。だから俺やっぱもういろんな番組とかで、うん、やっぱそのアイドルとかと戦うことも多いですし、なるほど、のちさんみたいなその出来の悪い先輩出来の悪い後輩たちともやっぱり一緒に仕事すること多いですから、はい、やっぱ今後俺テレビでもやっぱり変な問題行動を起こしたやつには、うん、って言っていこうと、でこれを流行語にしようと。いや、これ流行るかもしんないよ。流行るわけねえだろ。犬飼ってないんでしたっけ？犬は、もう、死にましたっけ ?15 年。そうだ。15年飼ってて、ね。15年前。そうそうそう、15年飼って。飼って死んだやつですよね。そう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 。で、あれですよね。はい。犬が、ちょうど亡くなった。そうそうそう。朝方亡くなって。そうそうそう。もう泣いて泣いて、そう、もう目を晴らして、12月のね、ね、24日ぐらいでしたかね。そう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 。それでその時は僕とちょうど仕事だったんですよね。そうそうそう、ロケ一緒で。で、のぶつさんが犬が死んじゃったんだっつって、もう悲しそうにして落ち込んでて、うんうん、車の中でもそんなにもう会話もなくてね、ロケバスの中でもね。そうそう、ちょっとね、暗くさせちゃって。安田さんも元気出せよお前なんて言ってて、はいはい、でも落ち込んでっからまあ辛いんだろうなと思ってシーンと車の中乗ってたら、さあそれでは今日はラジオからね、そうラジオからってロケ、楽しい歌をお送りいたしましょう。ワンちゃん猫ちゃんたちによるクリスマスソングです。
わわ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 わにゃわっていう歌が流れて、のっちさんが涙を流す。そうそう、まさにミラクルですよね。あれ人間がやってないですよね。本当に犬のいろんなワンワンを編集してあの歌にしてるんですよね。犬の悲しかったね、あれね。これ悲しかった、本当。いろんな犬の鳴き声でクリスマスソング聞いてくださいで、ワン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 。一回ブレイクしますか。Day Night Dreamer Live on Air。さあ、今夜のメールテーマ、食欲が湧く夏の食べ物でございます。はい、いろいろ来ております。ラジオネーム、ハイスピ、FM 岡山。夏になったらよく食べるのはそうめんです。ああ、そうめん、ね。麺つゆにわさびを大量に入れて冷えた麺をすする。ベタですが、やっぱりこれが一番だと思います。ですが最近は麺つゆをポン酒、ポン酒に変えて、日本酒に変えて食ったりしてます。おー、なんか、うん、まあ、そうめんうまいよね。うまい夏。そうめんうまい、ね、子供の時はね、あんまり苦手だったけど、大人になったら。大人になるとね、好きね。好き。俺そうめんと唐揚げ食べるの好きなの。あ、唐揚げのギットギットのやつをそうめんで洗い流すして、うわ、口元さっぱりして、うん、オリジンって唐揚げ買ってきて、うまいね、うまいね、あれうまい。あ、でもそばの、うん、食い方とかって結構みんなうるさい人いるじゃないですか、本当に、はい、でなんか2になるとなんか水つけて、はい、そばを水つけて食っちゃうとか、うん、バカなんじゃないと思わないね、なんかね、なんだろうね、あれね、そばの香りを楽しむために、最初は何もつけずに召し上がってください。まずっ。ラジオネームアグリ、僕の夏の食べ物はトマトカレーです。さっぱりしているので食べやすくとっても美味しいです。絶対まずいねこれ。バカなんじゃない、カレーにトマトだって。うわー気持ち悪い。バカじゃない、ほんとに。トマトソース食ってるよ。そうだね。カレーはカレー、トマトソースはトマトソース。今日もココイチでカレー食べて。いいねー、辛さ選べてね。辛いの食べます、のちさん。結構その辛いの好きで。何辛ぐらい？2ぐらいですね。2辛？2辛なんてもう全然辛ぐらいじゃん。調子いいときは 3？ 3いってみる？ 3。 俺何辛食ってると思います？いや、ちょっと5でしょ？ 5 まででしょ？うん。教えてほしい。うん。100から。うぅ。そんなあの。うわ、これすげえな。ラジオネーム。ラジオネーム黒羊。FM 群馬。父が畑で作ったスイカが大量に取れました。新鮮でとても美味しいのですが、食べきれないので JFN に送ってもいいですか？いらねえよ、バカ。スイカのお裾分けなんていらねえんだよ、バカ野郎。重い。俺、ダメなんだな。スイカ食べると喉痒くなっちゃうの。俺、売り系ちょっとアレルギーだから。ああ。もうダメだ。売り系全部ダメかも。メロン。結構苦手。メロンもダメ、メロンもダメね。キュウリは？キュウリはもう、その味がダメだから。味がダメ。口に入れない。じゃあその感じの売り系がダメね。売り系ダメ。ゴーヤもあんま好きじゃない。ダメね。ラジオの需要もないのに勝手に供給。地元のラーメン屋にリンゴラーメンというラーメンあります。ラーメンに切ったリンゴがそのまま乗っけてあります。怖くて食べに行けません。いやーこれまずいだろうな。冷麺はわかるけどね。冷麺リンゴとか入れるね、あれ。そうそう、あれはニンニクのね、匂いを消すためにリンゴが入ってる、ね。あ、そうなんですか。うん、いや、じゃあニンニク入れなきゃいいじゃん。ニンニクもリンゴも入れなきゃいいよ。その前に焼肉食べるでしょ。ああ、焼肉にちょっとタレとかニンニク入ってる。ニンニク入ってる。それを消すためのリンゴ。うん、あれがためのリンゴ。うわー、俺冷麺にリンゴ入れんの嫌だわー。そうそうそう、気持ち悪い。まあまあまあ、あれは口直しみたいなことが入ってんじゃないですか。そうなんですか。意味が。うん。なんか焼肉屋で食べる冷麺、うん、じゃないんだよね。俺食べたいのはもっとなんか冷やし中華。冷やし中華が好きよ。冷やし中華で始めましたよ。よく中華のところにある。冷やし中華、始めました。森進一です。
さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行とデンジャラスのノッチとがお届けしています。有吉弘行のサンデーナイトドリーマー。なんかノッチさんの誕生日なんですね。はい、ありがとうございます。26日誕生日だったということで、今スタッフから、はい、ケンタッキーのパーティーバーレルがありがとうございます。スタジオにすいません届きましたけど、はい、食べてください、せっかくだ。いやいや、もう緊張して。食べてよ。ありがとうございます。食べてください。いただきます。チキン食べて。チキン。はい。チキン食べてよ。熱っ。夏かないだろ、バカ。え食べてほら。いやせっかくだから食べなさいよ。そうですね。うん、じゃあ、チキンを食べますか。うん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 、美味しい。うん、ありがとうございます。嬉しいです。48歳。チキン、生放送で。ありがとうございます。うん。うん全然面白くないじゃん。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。いや、嬉しいでしょ、いや、嬉しいけど、なんかないのかなと思って。いや、面白いチキンの食べ方とか。面白いチキンの食べ方。食べた後面白い。あ、一言とか。チキン食べて面白いチキン。はい。これは、本当にチキン箱だけずるい。はい。すいません。ニュース行こう。えはい。ちょっとその、今コーラもあるからさ、はい、コーラちょっと一気に飲んでよ。一気に飲んでから、あれやってよ。ゲップをせずに進行するっていうやつやろ。ちょっと。やろ死んでたな、これ。じゃあ、じゃあ行きます。コーラ一気にいっぱい飲んだよ。いっぱい飲んだよ。全部ぐらい。全部ぐらい飲んだよ。うん。まだまだ。全部全部。もう血糖値一気に上げちゃえ。血糖値いっぱい。あ、これあんまり飲めないもんだね。いい飲んだいっぱい。はい、じゃあ進行しましょう。続いてはこの一週間のニュースありがごめんなさい。ほんとごめん。バーカ。なんで我慢できないんだよ。息吸ったら、有吉くんにって言ったら、わかっちゃうんだもん。もう一回やってんじゃん、コーラ。もう一回やってんの？これ。ゲップしちゃダメだよ。じゃあ、じゃあ、じゃあ、これほんときつい。飲んで、しっかり。もう一杯開けちゃおう。もうコーラが全部飲めないなんてもうジジイだからね。はい、じゃあ進めましょう。続いては、この一週間のニュースを有吉くんにスッキリしても、まずはこのニュースから。ゴリケアヤメが新 CM 女王に。はい。そうですね、うん、今年上半期にですね、うん、CM 出演時間が多かったタレントのランキングが発表されました、うん、ゴリケアヤメさんが47時間46分45秒で1位に輝きました。あ、はい、俺も やっていい？いや全然俺もやっていい？やりたい結構やりたいの？つらいわかりました。すごいですね。じゃあ2位発表しましょうか。2位はですね、上田彩さんで37時間26分30秒、うん、でそして3位がですね、武井絵美さんで、武井絵美ちゃんのイメージあるよね。ね、29時間42分45秒ゴリケアヤメさんってさ、すごいよね。そうでしょ。そしてくるでしょ キュンちゃんのやつよ。キュンちゃんのやつずっとやってるだけ。やっぱあのネタ面白いね。ね、あれはね、やっぱりすごいよ。やっぱあれすげえ。鉄板だわ、ほんと。ゴリケアヤメちゃん。で、上戸彩。はい。で、武井絵美。で、全員オスカーだ。そうなの。で、森三中。森三中。井川遥さん。はい、遥さん。あ、だから、携帯系のやつが多いかな。ほんとだ、よく流れてんだろうな、それだけな。ね、携帯のね。うん。なんか、情けないよ、俺も。入りたいよ、こういうところに。え？ね？いや、俺、有吉弘行が新 CM 女王にって言われたいもん。女王じゃないですか。女王って男性のタレントでしょ。そうね。これなると、また今頃来たよ。ステイナイトドリーマーライブオンエア。はい、引き続きニュースです。行きましょうか。それでは行きましょう。劇団ひとり映画監督デビュー。うん。ということで、
劇団ひとりさんが書き下ろし小説第2弾、うん、青天の霹靂がですね映画化して、うん、監督デビューを果たすことが発表されました、うん、主演は大泉洋さん、うん、ヒロインは柴咲コウさん、うん、8月のクランクインに向けて準備を進めているそうです。これだからチャンスじゃんのっちさん。いや川島が映画監督で柴咲コウさん理由使ってるわけだから、はいはいはい、これのっちさん川島に頼んで映画出して柴咲コウとあのキスシーンでもやらせてくれっつったら、はい、いつもだってほら柴咲コウさんのドラマで一人で決まりをしてるんでしょ。そうなんですよ。だからこれチャンスじゃん。それかまあ出してくれとは言わないけど見に見学ね見学行ってさ、はい、そこでさ一人で決まりすればいいじゃん。そうポケ右手のポケット開けとかないとなそういうことじゃないすいませんいやすごい劇団ひとりも映画監督ですよ。いやついにすごいね笑いましたね映画映画の監督みんななんかやるねすごいね今ね時代世の中ね品川なんかももう何本も撮ってるしね。そうだ本当だ。それこそたけしさんぐらいからスタートしてね松本さんいて品川も撮って劇団ひとりもやって、映画監督ですよ。もう有吉君興味ないですか。興味ないですね監督 は全く、はい、ドラマを見ないですから僕はそもそもうん、もうだからこれ川島もちょっと変わっていくでしょうね。ひげ生やしてひげ生やしてさちょっとアポロキャップみたい野球帽みたいなの被ってシャツにちょっとペイズリーのチョッキかなんか着てもうそれ山本慎也じゃねえかしおめえさんは京都あごとに ねえこれどうなんですかね8月からクランクインですから、ね、そろそろっていうことでもう言わないでこいつもね全然言わないだろこれ全然監督やるんですよとか全然、まあ、みんなさみんななんか言わないよね自分の情報まあ俺も含めてだけどみんななんか友達とか先輩とかなんか仲良さそうに見えて大事なことは絶対言わないよねみんな口固いからそういう情報に関してみんな口緩いからすぐ情報漏れるからやっぱり大事なことはやっぱ人に言わないよねみんな発表するまではねなるほどいやそうですかすごいな、はい、頑張ってほしいですねすごいですね、はい、というわけで以上今週のニュースでございますけども、はい、さあ新コーナー行く前にちょっとメール来てるそうですけどはいはいラジオネームいわりジジイがジジイが誕生日祝いにフライドチキン食ってコーラ飲んでゲップしてお前らどんな気持ちで生放送やってんだよここ最近のこの番組の世界観マジわかんねえわこの番組の演出やってんのフィンランド映画とか撮ってる監督かってそうですけどそうですけどラジオネームアマゾンカルテットおい、有吉。おっさんのゲップなんか誰も聞きたくねえんだよ。そんな時間あるなら少しでもひじきの時間増やせばかやろう。申し訳ないです。申し訳ないです。いや、面白いじゃんね。だってゲップは別に、ゲップ聞かせようと思ってるわけじゃない。ゲップ聞かせまいとしてんだけど、出てるだけだからさ。別にそれ別に生理的なことだからさ、言われてもしょうがないよね。だってね。実はもう我慢しようとしてるんですよ。そうだよ ね。おならずっと我慢してて、なんか腸がおかしくなるみたいなことと一緒だからね。そう、生理現象です、ね。俺らは一生懸命ゲップを我慢しようと思ってたんだけど、出たのかしら。出ちゃったからね。さあ続いて、はい今日からスタートコーナー、うん、なんだこれおいでございます、はい、そうですね、なんだこれおいと叫びたくなることを募集します、文章の最後はなんだこれおいで締めるのがルールでございます、はいはいよくわかりませんけど、まあ、続くのか続かないのかちょっといろいろやってみましょう、はい、ラジオネームたけみようこそここへ、うん、遊ぼうよパラダイス胸のリンゴ剥いて、うん、大人は見えないシャカリキコロンブス、うん、夢の島までは探せないなんだこれおい、 いこれはパラダイス銀河でしょそうそう光源氏ラジオネームひろき川越シェフの店の水800円、俺の時給750円、俺の父親の時給650円、なんだこれおいお父さんの時給安すぎない最近650円なんてあんのかねこれ最低賃金とかあるあれなんじゃないだいぶ安いんじゃない650円
ラジオネーム三宅マリー。鍋プロ、養成所、講師、クロちゃん。なんだこれおい。いや、どういうこと講師クロちゃん。講師。鍋プロの養成所、講師クロちゃんなの？そんなわけないだろ。あいつから何教わるんだよ。ラジオネーム、ブヒー童貞と。7月25日、ビッグダディ。料理本発売。マジかよ。ビッグダディ料理本出すの？まあ、確かにいろいろ節約レシピでやってますけどね。いやーそうなんだ。すげえな、ビッグダディ。なんでもね。ラジオネーム、たけみ。問題、ヘキサゴン。なんだこれ、おい。あれ、ほんと鬱陶しかったわ。問題、ヘキサゴンやるやつ。あ、ヘキサゴン言い忘れたとか言ってるやつも腹立ったわ。腹立つ必要ないんだけど。そうそうそう。言いますよ。問題。ヘキサゴン。いや、押してからヘキサゴンって言ったらもうそれで失格だもん、ね。そうかそうか。問題。はい。いや、ヘキサゴンってなんで言わないのよ。ヘキサゴン。違うっつったよ、バカだなお前。バカだな。ラジオネーム、ブヒー童貞と。テラスハウス、ほぼ全員ニート。なのに毎晩晩酌を交わす。なんだこれおい。テラスハウス見たことないんだよなぁ、ほぼ。あー、そうなんだ。ラジオネーム、自称プロサーファー。7月22日のアメーバブログアクセスランキング、1位から順番に、木下ゆきな、みなこ、もも、ヘンミエミリ、杉浦太陽、市川海老蔵、さえこ。なんだこれおい。全部見たくねえわ。全部見たくねえわ。全部見たくねえわ。アクセスランキング1位から10位まで。全部見たくねえわ。本当なんだこれおいだな。一人ぐらい面白そうなやついてもいいだろう。木下ゆきな、みなこ、もも、ヘンミエミリ、杉浦太陽、市川海老蔵、さえこ。全部見たくねえわ。ラジオネーム、ひろき。これ、あげとこうか。パン。あげとこう。パン。ラジオネーム、ひろき。ディープインパクト、1年で200頭以上のメスとセックス。俺は土下座してブスと1回。なんだこれ、おい。しょうがないよな。でもその、ディープインパクトだって200頭以上のメスとセックスしてっけど、ディープインパクトにとってみりゃタイプの馬じゃないかもしんないもんね。うん、そうそうそう。ブス馬とばっかり争ってかもしんないよね。しょうがないよね。毎日毎日。だって、同性だってあれだもんね。いわゆるその競走馬たちでしょ、これセックスしてんのは。そう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 。ね。そうするとやっぱりその筋肉質でしょみんな。みんなね。ね、うん、だからディープインパクトはさ、ひょっとしたらもっとふくよかなさ、うん、だらしない体の、うん、メス馬が好きかもしんないんだもんね、うん。なんなら牛が好きかもしんないしね。うん、そうそう。牛とセックスしてーなーって思う、うん。牛とセックスしてーなーって思ってるかもしんないけどね。ディープインパクトのモノマネ最悪ね、これ。ディープインパクトのモノマネしたね。ラジオネーム、夜嫌いの夜行性。神田うの、ビッグダディ、育児法、大批判。ビッグダディ、大反論。なんだこれ、おい。なんなんだこれ。ラジオネーム、白帯。イマル様のフォースシングル、オリコンランキング最高196位。なんだこれ、おい。イマルの CD シングル196位なの？すごいね。これだからやっぱりさっきの人たちに宣伝してもらわないといけないよね。さっきのツイッター、ブログがすごい人たちにね。ラジオネーム、根は真面目。小倉優子。焼肉、小倉優子、はい。なんだこれ、おい。藤本美樹。焼肉、美樹亭。なんだこれ、おい。三河健一。西麻布、三河。食べログ、3.51。なんだこれ、おい。
え、これ三河さんの店なのかな、西麻布三河。食べログ 3.513、まあまあでしょ。ああ、ね。3.5 行けば。ね、っていうもんね。ラジオネーム、うんちおしっこ6号。ワールドカップ、PK、外す、コマノ。なんだこれおい。いつまで言うのコマノのこと。かわいそうに。わからんのよ。ラジオネーム、100発連射。今日は高見沢の一周期。ギターのお供えをして、墓石に合唱する坂崎と桜井。そこに現れたアルフィーの新メンバーのサム。そして、幽霊になった高見沢が一言。なんだこれおい。サム入らないだろ。髪長いだけだから。ギターも弾けないだろうしさ。ライジオネーム、味噌塗りランドセル。7月25日の山本ジョージのブログより。タイトル。ジョージ王子、誕生おめでとうございます。なぜか、朝から僕にいろいろなメディアからコメントを求められておりますが、気分がいいものですね。とても光栄なことです。王子の健やかなご成長を心よりお祈り申し上げます。山本ジョージ。黙れ。一人ぼっちで道の句を徘徊してろ。なんだこれ、おい。徘徊してよ。すごいね。やっぱ、ジョージ。ね。王子になったからって山本ジョージさんのところにコメントを求めるメディアのバカさね。ジョージバカなんじゃない本当に。山本ジョージさんも優しいからいいけどさ、ね、こんな普通はなんで俺だよってなるよね。普通ね。ステーラーさんからよ。いっぱいいるだろジョージ。俺以外に。安倍ジョージに聞けよなるなってなるよ本当だったら。優しいからいいけど。ラジオネーム小葉ちゃん。あ、今のあげとこうか。パン、はい、ラジオネーム小葉ちゃん。湘南の風、純恋歌より。大親友の彼女の連れ。美味しいパスタ作ったお前。家庭的な女がタイプの俺、一目惚れ。大貧民、負けてマジ切れ。それ見て笑って、楽しいねって。優しい笑顔に、またベタ惚れ。嬉しくて嬉しくて、柄にもなくスキップして、好きって言いて、おぼろげな月を見つめてる君に釘付け。守りたい女って思った。初めて。真面目な顔して、ぎゅっと抱きしめた。なんだこれ、おい。歌詞違反するなって。多いね、歌詞ね。歌詞違反するなって、そんな。そんな、歌に乗せじゃなくて、読まれたらそりゃおかしいもん、いっぱいあるよ、世の中そりゃ。しょうがないだろ、それ。一旦ブレイク。Stay Night Dreamer Live on Air。さあ、2013年7月28日日曜日、時刻は夜9時を回りました。改めまして、こんばんは、有吉弘行です。デンジャースのどっちです。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお届けしております、サンデーナイトドリーマーでございますけども。さっきなんか、あれ、CM 中に聞いたら、のっちさんなんか、森進一さんを引きそうになったんですって。ちょっと。いや、たまたまなんですけど、ちょっと赤坂で、ちょっと早めに着いたんですよ。あまりにも早く着きすぎて、1時間半前ぐらい着いちゃって、ちょっとぼーっとラジオ聞いてて、あ、そうそう行こうかなと思って、ふーっと出たら、お蕎麦屋さんから、出てきた男性がいたから、パッと、あ、やべえと思って、パッとブレーキ踏んで、パッと見たら、森進一さんだったんです。本物の。本物。こんばんは、つってた。いや、こんばんは、言いません。はぁ、あ、はぁ、あ、っていう顔してた。ほんと申し訳ないなと思って。いや、でもこの、なんていうか、これ、ガードレールっていうか、それがあったんですけど、それがあって、そこにスッと、はい、切れ目からポンと。切れ目からポンと。引いてたらどうなったんだろうね。いや、どうなってたっていうか、まあ、安全運転ですけどね、こっちは。聞いてたらどう、あたたたたーって言ってたから。森進一です。森進一さんでしょ白手背中になるじゃないでしょいや、俺もこの前、はい、なんか日テレで、
仕事して日テレの駐車場から出てきて、うん、そしたら、うん、おじさんがふわっと飛び出してきて、うん、うわっと急ブレーキ踏んで、うん、なんだ飛び出してきやがった危ねえなと思ったら、うん、日テレの土屋さん、土屋プロデューサー顔隠したよ、思わず顔隠したよ、顔隠だって、もしそれでさ、俺がさ、土屋さん跳ねてたらさ、なんか、恨みから来る怨恨での犯罪みたいになっちゃうからさ、ちょっとびっくりしてさ、ねえ、偶然ってね。顔隠したよ、俺も。怖かったわ、ね、跳ねてたら大問題だって。土屋さん跳ねたらね。よりによってね、日テレの中いっぱいいるのに、ね、土屋さん跳ねてたらさ、もう当然まあ問題にはなるよ、そりゃ。はい。それは俺も大問題ですよ、そりゃ。事故ですから。はい。はい。だけどちょっと笑うだろうね、みんな。土屋さん跳ねたよ、あいつっていう。ニュースだね。わざとだろうってなるもんね。怖いね、やっぱ安全。土屋さんだって。土屋さん、いけっていう。だからやっぱ安全運転をね、心がけていただきたいと思いますけれども、はい、フリートークなんかね、あるかなと思ったりするんですけどね、はい、FM 群馬の黒羊ね、はい、のっちさんの CD500 枚も売れたんですかつんくさんのしょっぱいねは284枚なので、つんくさんより売れてますねてか CD あるならプレゼントしてください。はい、もうないです。ないです。ないです。もうないです。事務所にもないです。ね。捨てちゃったの。全部処分しちゃったって。FM 山口、テラザル。のっち！はい！この変態クソ野郎！なんだと？柴崎コウを見ながらポケットに穴開けて一人しこりまクリスティだ当然しこりやすいようにノーパンで行くんだろうな。忠告だがな。はい。サックはつけといた方がいいぞ。こぼれた。こぼれちゃうからだ。気をつけてください。はい。なぜだ、ラジオネーム DTK 高宮、うん、オバマ大統領、yes, 1ヶ月アシスタントお疲れ様でした、はい、今回はお忍び来日ということでしたけれども、yes. どこか行きましたかランニングです、家の近所。なんで真似してくんないのよ。すぐ辞めるじゃん、オバマ。いやいやいや、イエス・ウィーキャンしかないんだよ。次のフレーズも考えたんだよ、考えようよ、なんか、イエス・ウィーキャン。ニュー・エア・レスポンス・シビリティ。それ全然やっぱパンチがないもん。そうでしょ？イエス・ウィーキャンみたいなやつでしょ？そう、次言ったんだよ、本当にあの人が。うん。だから本当に言ったかどうかなんて別にそんなに問題じゃないじゃん。うん。なんか言いそうなことだったらいいわけでしょ？うん。なんか考えようよ。まあ、そうかね。うんイエス、うん、高須クリニックしょうもないんだよ、ごめんなさい、ごめんなさい、いい加減しろよ、お前ごめんなさい、ほんと、いや、言いそうだって言うからそう言っていいのかなと思って原曲言ったんだけどさごめんね、それは申し訳ない、イエス高須クリニックはダメよ、はい、他なんかイエスから来るからね、イエスウィーキャンじゃなくてなんかないの、うんでもその次に去年やってたのは、フォーワードってやつ。フォーワード。前へ前へ。フォーワード。それは本当に言ったやつでしょ。うん、それ本当に。他にないのかっつって。これないのは、ドンタコスは。ドンタコスなんて一言も言って、ドンタコスちょっとやってみようかね。ドンタコス絶対受けないよ。絶対受けるわけないじゃん。オバマ大統領がドンタコスって言ったからって。いや、ちょっとこれいただこう。ね、いや、いただこうじゃない。いただいちゃダメよ。絶対受けないんだから。俺のせいになっちゃうよ。いや、それということ。まあ、のっちさん今回ラストなんですけどね、いかがでしたか、ちょっと。いや、久しぶりのラジオだったんで。そうですね。緊張しましたけれども、より刺激になって。なんか安田さんがやっぱほら、選挙で人気だから、はい、年末だから人気投票やるから、そこでやっぱりのっちさん何に食い込んでくるかっていうのちょっと楽しみですけどね。デンジャラス対決が見られるわけですからね、今回は。できれば戦いたいですよ ね。デンジャラス対決をして、ね、なんなら安田に勝ちたいなっていう。で、1位になったらもう本当にこれもう、はい、このラジオのアシスタント大統領ですから。すっげえ。その時やっぱ一言くださいよ。わかりました。加山雄三大統領から引きそろして。どうですかさ、じゃもし例えば、ね、優勝して1位で。うん、ラジオのアシスタント大統領選ばれたらちょっと一言くださいよ。はい、わかりました。はい、どうぞ。ドンタコス
Dreamer Live on air。 さあというわけでね、続いては、はい、稀勢の里のコーナーです。はい。これはですね、日本人横綱誕生なるかと話題の稀勢の里。このコーナーでは稀勢の里のいろんな取り組みとその決まり手を募集しています。はい、はい。ラジオの夜嫌いの夜行性、稀勢の里対早見もこみち、すべて上からマヨネーズで稀勢の里の勝ち。ラジオの後ろ帯。稀勢の里対ショムニ、足の露出度で稀勢の里の勝ち。うわ、いや露出は多いけど確かに。ラジオネームパイロット。稀勢の里対石川遼、奇抜なヘアスタイルで稀勢の里の勝ち。いや、あのちょんまげだからさ。奇抜なヘアスタイルってやけどね、なんなのこれ。ラジオネーム北別府。稀勢の里対大仁田敦史、全長崎県民からのブーイングで稀勢の里の勝ち。これ一瞬で終わんじゃない。ジオネーム白帯。稀勢の里対北の木、女子力で稀勢の里の勝ち。北の木じゃのが女子力あるだろ。ラジオネーム需要もないのに勝手に供給。稀勢の里対江頭2時50分。もろ出しで、稀勢の里の勝ち。もう限界来てるだろ、みんな。ラジオネーム、トビウオライダー。稀勢の里 VS、谷田食堂。こんなんじゃ全然足りないよ。あと10人前で、稀勢の里の勝ち。ラジオネーム、根は真面目。稀勢の里対水沢アリー、よーく見ると船虫みたいな顔してるから稀勢の里の勝ち。何これ。このラジオの伝説に残りますね、これ。このコーナーは。船虫。ラジオネーム、ラッパーザキバチョ。稀勢の里対長谷川理恵、長谷川理恵のゲロを避けてカウンターでゲロぶっかけ、稀勢の里の勝ち。でも野地さんトライアスロンとかマラソンとかやってっから、はい、長谷川理恵さんね、マラソンね、ランナーとして、うん、まあ一応あ詳しいでしょ。まあ詳しいとまではないですけど、長谷川理恵さんがあのゲロ吐いてるシーン見たことある。あの美女がね、うん、ハワイのね、うん、マラソンでも、あ、見たことある。やっぱりあの吐いてでもそのマラソンのタイムに、うん、そうです。マラソンランナー多いですよ。フランク・ショーターもうんち漏らしながら走ったりね。あ、それって、一緒に走ってったりして、そういう人見たりする？見ます見ます。うわぁ。ランパンから女王みたいな。ああ。それの時一人でコキマロスするの？ちょっとね。興奮する？興奮します。もうやめてよ、もうやだ。ラジオネーム百発連射。稀勢の里対、剛力彩芽。稀勢の里の、僕も M ステの批判、ブログに書きましたによる剛力彩芽精神的ダメージで稀勢の里の勝ち。ラジオネームチックタック。稀勢の里対野呂佳代、お肌の綺麗さで稀勢の里の勝ち。まあ野呂佳代は荒れてる時あるからな、肌が。ラジオネーム共同のドブガエル。稀勢の里対小錦、歌唱力で稀勢の里の勝ち。お前、バカ、小錦の世界に一つだけの花聞いたことあんのか、お前、ほんとに。うまいんだぞ。ラジオネーム、レイモンド。稀勢の里対、3時間トイレを我慢してる人、当選簿で、稀勢の里の勝ち。ラジオネーム、竹見。稀勢の里対、小学生。上手投げで、稀勢の里の勝ち。そりゃそうだろ。絶対勝てるだろ、ほんと。これ、エンジェルあげるわ。エンジェル。
以上です。はい。以上がキスの里でした。多分そんな続かないと思いますけど、ちょっと短期集中でやりたいと思います。はい、ですね、続いても新コーナー、一人亭コキマロです。はい、有吉くんがですね、誕生させたキャラクターが一人亭コキマロ、うん。そのキャラの人物像に迫ります。はい。はい、ラジオネームブキャナン FM 大分。一人亭コキマロが共演者に携帯の連絡先を聞かれた時に言った一言。うん、私は、コキしか持っておりません。しょうもないぞこれも。ラジオネームラッパーズキバチョフ。チンコを犬に食いちぎられた時に言った一言。越後製菓。なんだこれやばい。やばい時間かよ。9時台やばい時間かよ。もうちょっとね。もうちょっと。ラジオネーム、ナスビマン。一人亭コキマロが、ビーズのコンサートで言った一言。うるさい。一人亭コキマロとか関係ないよ、何にも。全然ダメだよ、こんなの。ラジオネーム、ゴモラ。一人亭コキマロが好きな野球選手を聞かれた時の一言。シコルスキー。いや、全然。ラジオネームモンセ。一人亭コキマロが小栗旬に言った一言は、こんにちは、便所亭やりまろさん。ラジオネーム北別府。一人亭コキマロがいいともの出番を減らしたタモリさんに会った時に言った一言。そんなに昼働きたくないならホストやりません。いやこれ。ラジオネーム北別府。一人亭コキマロが街ででっかいリボンをつけたバカみたいなクソブスを見た時に言った一言。恥を知れ、恥を。終わり。これ、どっちもだ。ちょっと、これ読んだ後、ちょっと緊急会議しよう。ラジオネーム北別府。一人亭コキマロが早朝ソープに行くと、出てきた風俗嬢が杉崎美香さんだった時に言った一言。あ、90分メザニューコースで。ラジオネーム、ワーギナーマイク。にやついた顔で、流れるプールの川上から、おしっこをするイブマサトウに、一人亭コキマロが一言。やめてやれよ。なんだよ、これ。最低だな、ほんと。やめてやれよ。流れてんの、これ、ほんとに。ラジオネーム、ワーギナーマイク。おしゃれイズムの楽屋で暇そうに、勃起したチンコをデコピンしながら、ヤジロベエのように遊んでいる藤木直人へ一人亭コキマロが一言。家でやれよ。いや、だから。普通だ。全部普通だ。やらないからね、これ。家でやれよ。家でやれよ。ムスカの弟。エスパー伊藤さんと仕事をすることになり、うん、楽屋に挨拶に行ったが、どう見てもコンドームを頭から被り、鼻で割ろうとしている女がいたので、夏目ちゃんかなと思ったものの、間違っていた場合は失礼に当たるので、近くに置いてあった爪楊枝でコンドームを割ったところ、顔を真っ赤にした夏目ちゃんが出てきた時の、一人亭コキマロの一言。やっぱり。
誰だね。普通じゃん全部。何の夢？いやいやいや、やっぱり全部短い。どうしようかな。ラジオネーム、ムスカの弟。逆難してきた女と歩いていると、その女の彼氏と見られる奴がやってきて、身ぐるみ剥がされてしまったコキマルは、警察に助けを求めた。しかし警察は助けてくれるどころか、全裸でやってきたコキマルを逮捕し、刑務所に送りつけようとしてきた。そんなピンチの状況で、手錠をかけられながら、コキマルが一言。すいません。勃起したんで、股間に布をかけてもらえませんか？手の外から、コキマロの流れ、これ。恐ろしい時間。手の外からの、ダブル。キセノサト対一人でコキマロはね、これはね、両者失格。あれも二人とも失格。多分短期集中になると思います。以上、一人でコキマロでございました。Slay Night Dreamer Live on air.さあ、東京ハンズオブ JFN スタジオから生放送でお届けしてます、有吉力サンデーナイトドリーマー。今夜のメールテーマは、食欲が湧く夏の食べ物でございますけど、はい、夏といえば、でもなんかあれあるじゃない、フジロックフェスティバルとか。はいはいはい。あれ見て思ったんだけど、このラジオで、アリラップフェスっていう、ラップのフェスティバル祭典、まあフェスね。フェス。ラップのフェスやろうかなと思ってやってたんだけど、やっぱいいラッパーがやっぱり揃わないのよ。全然。だからやっぱりもうこれ思い切ってやっぱアリロックフェスにして、はい。やっぱロック好きな人多いでしょ？はい、多いですね。ロック好きな人をやっぱ集めて、やっぱりラップに限定せず、やっぱアリロックフェスでやっていこうかなと思うんですけど、どうですか？いや、いいと思いますよ、ロックも。そのね、ラップだけじゃなくて、こだわらない。ロック好きですもんね。ロックンロール好きですね。ね。もう。で、ぜひちょっとアリロックフェス、参加してくださいよ、はい、その時は。もうぜひ。ね。ロック、バンドとして。バンドで？なんか参加。いや、なんかね。なんかで。ちょっとロック聴かせてほしいなと思います。はい。はい、はい。自作の。え？自作、ちょっと、自作っていうのは、自分の魂を、うん。ロックンロール。ちょっとなんか、今度ラジオなんか録音の日がある、でしょう。はいはい。あの時なんかやる？ちょっと前夜祭みたいなのを。みんな、集めて。アリロックフェス。参加したい。うん、その、本当に、自分で歌ってロックンロールの人たち集めて。はいはい、ちょっとね、フェスやりたいですね、フェス。参加してみたいです、うん。歌ってみたい、夏という。でもそしたら、でも、ゴッドタンのマジ歌選手権みたいになっちゃうからね。思いっきりパクリみたいになっちゃうもんね。やってみりゃそうなると思うんだよな。案外みんな。よくよく考えたら。今言いながら思ったけど。ラジオネーム、早見もこみち。早見もこみちって有吉さん、そうめんを食べるなら、うん、めんつゆに切ったトマトと、うん、オリーブオイル、うん、夏のイタリアがお口に広がりますよ。うるせえな夏に。、うん、ラジオネームホラ吹きホルン吹き FM 群馬、うん、私は食欲がない時コンビニでところてんを買ってきて、うん、めんつゆをかけ、うん、すだちの皮を少しすりおろして食べてます。地元徳島ではこの食べ方が主流でさっぱりいただきます。あー、なんかうまそう。うん、すだちの皮を少しすりおろして、ね、あれうまそうだな。いいっすね。うん、喉越しもなんかいいな。はい、ラジオネーム豆太郎 FM 大分。さっきのラーメンにリンゴ、はい、冷麺リンゴラーメンの話なんですが、はい、うん、私の中学校では、うん、梨カレーが出ます。梨カレー？残すことができないので仕方なく食べますが、
ドロドロした物体がゴロゴロ入っていて嫌です。なんか中学校になって給食で、うん、残すことができないってどんな学校だろうね。うん、今時。残したら怒られるのかな、先生に。残しちゃダメだぞって。幼稚園じゃないんだからさ。どんな学校ラジオネーム星の王子様。FM 宮崎。私の地元は宮崎なのですが、夏の食べ物といえば冷汁です。あるね。あるね。煮干しと味噌、豆腐を潰し、牛乳で溶いて、きゅうりと氷を入れます。それを熱々のご飯にかけ、適当な薬味を乗せてガツガツ食べます。きゅうり嫌いの有吉さんきっと食べれます。試してみてください。絶対食えないよ、こんなの。あの、きゅうりの味しかしねえんだもん。そうそう、きゅうりの香りすごいからね。食えるわけないだろ、バカ。苦手な人でもこれなら大丈夫、みたいなのあるけど、大体ダメよ。きゅうり嫌いな人に、きゅうりを食べられるような、うん、ちょっと調理法にしてみました、みたいな。絶対食えないから。バカなんじゃないの、本当に。食わそうって言うんじゃないよって。ね、きゅうり結構香り強いからね。強いですよ、無理ですよ、あれ。うん、ラジオネーム、タコツボの猫。夏に食べたくなるのは、愛媛の郷土料理、伊予薩摩汁という魚と味噌と煮汁を混ぜた、それを冷ましてご飯にかける料理です。作るのに手間がかかるため家ではなかなか食べられず、一夏一度食べられればその夏はいい夏です。ごちそうだね。知ってる？愛媛県出身なんですけど、伊予薩摩汁知ってます？はい、あの、タイが有名なんですよ。あの、県魚。タイね、タイなんで、うん、それもちょっとこうほぐして。あ、入れて。まあ、いわゆる冷汁のような感じですよね。タイ飯うまいよね。タイ飯出汁出てるもんね。タイ飯うまいわ。最高。一番うまいんじゃない？タイ飯って。タイ飯一番うまい。多分、全世界の食べ物の中でタイ飯一番うまいんじゃない？世界一だね。ね、世界一。俺そう思うよ。で、最後あの、タイのおすましのお汁をこうかけて。あ、うまい。うまいね。あれ、ほんと多分一番うまいんじゃない？うん。タイ飯。世界一うまい。世界で一番。世界で一番タイ飯うまい。2位はね、あれ、ソーセージ。さあ、東京ハンズオン JF のスタジオから有吉弘樹と、デンジャラスのノッチがお届けしているサンデーナイトドリーマー。続いてはノッチさんのコーナー、ノッチのクソジジイアスロンでございます。今日最終回ですね。ありがとうございます。まあ、トライアスロンに関するいろんな質問を、はい、ノッチさんが答えてくださいます。ラジオネーム、ウイロー。クソジジイが、それ言いたいだけだろうよ。トライアスロン興味ないでしょ？ほんと。クソジジイって言いたいだけなの、これね。クソジジイが、トライアスロンを始めるとき参考にした選手いますか？やっぱり、佐藤優香さん。今、オリンピックに行ってるね、二十歳の可愛い、綺麗な。女性？綺麗な、もう、体が大きくて、足長くて、もうほんと綺麗なんですよ。綺麗なお尻とかプリンとか。ちょっと一回検索してみてください。佐藤優香。女の人？女の子。じゃあ、うん、でもそれ始めるとき参考したの、でも佐藤優香じゃないでしょう。まあ、その、コーチとか、原田コーチとかいらっしゃいましたけど。原田コーチね。原田コーチ、はい。原田コーチだそうです。俺、自転車だけちょっと興味あるんだよな。俺、ちょっと好きなんですよ。俺、ツールドフランスとか。あ、じゃあもう、やればやったら楽しい。山の小悪魔、マルコ・パンターニ。おーが一番好きな選手。俺。興味あるんだったら楽しいですよ。しんどくないから。まあ、そうですか。あの、自転車は健康にもいいしね。そう。ええ。凝ったらハマりますよ。山の小悪魔マルコパンターニ。マルコパンターニ。ツールドフランス、ね、ぐらいで止まってるんですけど、ね。いやいやいや、すごい、それがすごい、もう興味あるってことですよ。アームストロング。ヘルビー、ヘルビー。いや、それルイ・アームストロングでしょ。ルイ・アームストロング。And the wind, the sand, and the sand.思った以上に俺自分の中でできたっていう。すごいね、ほんと、ルイ・アームストロング。ラジオネーム、ウイロ。クソジジイがトライアスロンを別の言葉で表すなら何ですか？別の言葉は人生だね。幼稚だな。似てるんですよね、ちょっと、ね。ラジオネーム、ザ・トゥー。うん、バカは喉乾かないんですか？乾くわ。バカじゃない。練習中とか、その試合中の喉乾きますよ。ちゃんと取ってね。いや、疑問だから優しく答えてあげてよ。はいはいはい。トライアスロンの疑問なんだから。はいはい。バカは喉乾かないんですか？バカっていうな。まあトライアスロンやってるのバカですけどね。というわけで以上、クソジジアスロンでございました。
とでで替え歌。俺あんまこれ、おちんぽ雲あんま知らないんだよな、実は。飛行機雲ね。ちょっと。ラジオネーム希望の船。壁に話しても返事がないので今度はゴミに話しかける合ってる？大体合ってる合ってる合ってる。おちんぽ雲。飛行機雲だって。ちょっと寄せた方がいいかな、ユーミンに。あ、そうだごめんね、うん。ちょっとね。ラジオネームタケミ。家で服を脱ぎ、全裸になって、そのまま歩いて風俗行く。いいね、なんかふわーっとやっぱ夏の情景がこう。やってみたいな。ラジオネームラッパーザキバチョフ、はい。今日のワンコ見たら人間出ていた。アブカワの犬藤原達也。あ、蜷川だ。蜷川の犬だ。そう。俺なんて言いました今。あの、アブカワ。あぶか、ごめんなさいごめんなさい。どうぞ。これはもう、申し訳ないんで、じゃあ1枚あげとこう。はい。申し訳ない。ラジオネーム、ドグサレヒューマニティ。親に頼まれて、ハムを買いに行く。あの子は、未来の別所哲也。ハムの人。ハムの人まだやってんのかな、別所哲也さん。そう、年末になったらやってる、ね。年末やるか、ね、そうか。ハムの人はもうそうか。うん、別所さんだ。ラジオのタケミ。自分のアナルを確認するために鏡を床に置いてしゃがむ。心地よかったな。あげよう。置いてしゃがむが気持ちよかった。ね、ゴロアレムになってましたね、うん。ラジオネーム、ひろき。滋賀にういば、カバンの中には、エイリアン、そっくりの、バイブガール。あ、バイブガール。気持ちいいな。うじがみ八番。誕生パーティーが、全然盛り上がらん。それは、食事が煮物だらけ。おばあちゃんの、おばあちゃんが出産、おばあちゃんがいっぱい煮物作っちゃって。全然俺が、薄くてさ、味。薄いの。ババアの煮物の薄さ。ラジオネーム、ムスカの弟。エビで鯛を釣り、鯛で女釣る。この連鎖できるなら、セックス300円。よかった。エビで。ラジオネームザットゥ。チンコなくなって探しに行くけど見つからないや、あったららぽーと。ラジオのタケミ。
人を好きになる、人に愛される、小さな喜び噛み締めたい。普通のタダでいいか、普通のタダでいいか、普通のやつ、普通のタダでいいか。以上ですけどね。はい。はい。Day Night Dreamer Live On Air。 さあ、来週の替え歌の考えるんですけど、はい、その前にラジオネームイエスモーモー、うん、タモリが好きそうなジャズからルイ・アームストロングのモノマネも仕上げているとは末恐ろしいですね。虎視眈々とはまさにこのこと。有吉弘行アワーしこっていいとも楽しみにしてます。曜日レギュラーは誰にしましょうか。ふざけんなよ。俺、昼なんです。出てんだっつんだよ。バカ野郎。真裏だから。さあ、来週変えたらどうしましょうかね。のちさんも最後ですからね。関係ねえっちゃ関係ないけど。まあ、いやいやいや。掴みかけた。チャンピオン。熱い胸を振りほどいて、君は出ていく。かすかに震える。熱いリンゴと君は、俺たちは、止まった。だって、いつそのリンゴの巣が、一人の男を飲み込んでいた。ユーキンキン。すごい。やっぱ勇気が出る歌だね。うわ、これすごい。なんか一回始めたら途中でやめられないもん。すごいすごい。だから危ないよ、これ。一回やるともうずっと歌っちゃうから。危ない危ない。うん、チャンピオン。何が、何があれと、あー、懐かしいな。イェーイ、めっちゃホリデー。あー、春の愛ちゃんの歌みたいにもうなっちゃってるからね。あ、ほんとだ。ね。イェーイめっちゃホリデイ、うん、ガモちゃん歌って。イェーイめっちゃホリデイ、箱酒は終わんない。チュ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 。すいません、また歌詞知らないんでね、これを見つけました。ゆっくり、なんて言った、箱酒を終わんない、箱酒は終わんないと、はい、うん、そうなんです、うん、箱酒は終わんないといけないっていう、箱酒。全然わかんない。全然教えてくれないじゃん。なんて言ったのって聞いてんのに、全然教えてくんないじゃん。なんて言ってんの、箱酒は。もう一回歌って。え、もう一回。イェーイめっちゃホリデイ、箱酒はワンナイ、箱酒。箱酒はワンナイ、箱酒。そう。ワンナイといけないってこと。あ、箱酒は、ワンナイトいけ。そう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 。あ、割るってことね。そうです、割るって言ってます。ああ、そうです。ワンナイトか、一晩かと思った。いや、割らないといけない。割らないと。箱酒割らないといけないの？いや、あの、きついんでね。あれ、かなり。あれはきついんで。いつまでも変わらぬわいを、君と、てかお前いい子です。めっちゃ面白くない？面白くないの連続ですけどね、このラジオ。最高です。最高です。何がいいかな、うん、いいね、いいですね。のずさん好きなのないの、なんか。え、じゃあチャンピオンも好きですよ。チャンピオンってあれ、つかみかけた厚み胸を振りほどいて、君は出て行く。かすかに震えた熱いリングに君は抱き出した。止まった。
やがてリングと白紙の図が一人の男を飲み込んでいたよ。キンキン。あそこまでなっちゃうから。そうか。これ長いと長くなっちゃうか。やめられないんですよ。勇気の出る歌だから。そうか。最初からもうあそこのキンキンまで。ちょっとこれ向いてないね。向いてないか。そうか。全部歌いたくなっちゃうから。はいはい。もっと短いスパッとくるようなやつがいいですね。さっきのように。なんか新しい歌なかったっけな。君がいた夏は俺花びんだ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 ん。うんこうんこうんこちんこちんこうんこうんこがちんこちんこうんこうんこちんこうんこちんちんこちんこうんこちんこちんこう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 んこ。そう。小学生。最終回？今日最終回？いやいやいや。夏のね、歌ですからね。ごめんなさいね、私の疑問。え？何します？やばい、あれに、え？いや、アリスにしようか、じゃあ。アリス、もうこれ歌わないけど。はい。あの、アリスのチャンピオン。チャンピオン、はい。のフレーズ。フレーズ。うん、なんかあの辺。あの辺の。ちょっと歌うと長くなっちゃうんだ。はい、あの辺をね。うん、お願いします、ね。チャンピオン。チャンピオン。アリスのチャンピオン。ちょっと古いですけども。いえいえ。はい、はい、にしましょう。うん、最後こちらに、今の日本を語ろう。お今の日本を語ろうということでね、社会派リスナーが多いんで、はい、この番組では街のね、声なき声に耳を傾けていこうという。ちょっと真面目な、はい、お堅いコーナーでございます。ラジオネーム満腹亭稲荷。今の日本はとにかく暑いです。暑い。各町内に1台ずつ冷水機を設置する方法を採決していただきたい。そっちの熱いね。そっちの熱いね。全だね。じゃあこれは、はい、どうですか？置いてくれます？野口さん。何がですか？オバマ大統領。Yes, we can. ドンタコス。いや、今日最終回なの？いやいや。これ、ノッチさんが悪いんだよ、多分。ノッチさんが俺を甘やかすから、こういうことになってんだよ。じゃあなんで？いい感じじゃないですか。うんこちんこ花火、歌っちゃった。いや、だから最後まで言って、アリスもほら最後まで言ったのにさ、途中で止めるわけにいかないよ、ほんとに。そんな大きい声でさ。じゃあこれはもう、あれしましょう。はっきりさせましょう。冷水機設置しましょう。はい。そうしましょう。お願いします。全国ローの。ラジオネーム破壊職人。アリエさん、ここ10年の日本を一言で表すならば何でしょうか、うん、そう。もちろん答えは、ブルマが失われた10年です。最近は子供の時間を見計らって覗きに行っても、うん、最近は体育の時間を見計らって覗きに行っても、双眼鏡に映るのは、ハーフパンツの女子ばかり。情緒も風情もなくなったものだと悲しくなる次第です。しかしブルマが殺された国日本で、ただ唯一ブルマを履いている人間がいます。そう、私です。私は小学校の頃に入手したクラスメートの市川くんのお姉ちゃんのブルマを持っているのです。有吉さん、僕は覗きをやめます。ブルマを復活させるべく、僕は市川くんのお姉ちゃんのブルマを履いて小学校に乱入し、全国にブルマ復活をアピールするつもりです。市川くんの姉ちゃんもそう望んでいると思います。で、アリュウさん、ケツ持ちの方お願いします。これ犯罪。このコーナーもすぐ終わるな。日本を語ろう。今の日本を。以上です。